新潟焼山は、新潟県西部の糸井川市と妙高市にある、くびき3の標高2400メートルの活火山。通常、焼山と呼ばれ、同名の山と区別する際に、新潟焼山の名称が用いられることがある。気象庁が24時間体制で観測を行う、全国47の常時観測火山の一つである。北陸から望む新潟焼山妙高山。 日内山と共に、久び木散山と呼ばれ、周辺の山域は、妙高と学士連山国立公園の特別保護地区、及び特別地域の指定を受けている。東には、日内山、西には、富士見峠を隔てて金山が連なっている。日本山岳会により、日本三百名山の一つに選定されている。山の大部分は、火山体ではなく、ホッサマグナ由来の、第三基礎である。 これを基盤とした飛散体は飛行約400メートルの2400メートルの安山岩、デイサイトからなる清掃火山で山頂は溶岩ドームからなる。その活動史はかなり新しく約3000年前に活動が始まった若い火山である。また山頂部は森林限界の高山体で日本における雷鳥の分布北限である。現在までの活動は4期に分けられ、 1> 第1期は3000年前頃に活動が始まり、第2期はその後の約1000年間、第3期は約650年前からで、1773年からは第4期の活動とされている。過去の活動では、火砕流は主に山体北面に向かって流出しており、1773年の活動では日本海まで達したと考えられる。 現在でも2つの噴気口からガスを噴き出している。火山活動ドランクは B。気象庁は2011年3月31日に火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に影響を及ぼす。噴火の兆候は認められないとして噴火予報を発表した。2013年2月現在もその噴火予報を継続している。記録に残る噴火は 887年、989年、1361年、1773年など、20世紀に入ってからも水蒸気爆発を複数回記録している。最新の噴火活動は2016年5月6日である。新潟焼山は気象庁が24時間体制で観測を行う全国47の常時観測火山の一つに指定されている。 気象庁が地震計を、新潟県が監視カメラなどを設置しているが、山頂付近はほぼ通年、雲がかかっているため、目視による観測は難しいとされる。北面側に位置する糸井川市では、火山防災マップを作成、配布している。北面の日内山川と焼山川では、土石流などの対策として、砂防施設の整備が行われている。年月日、 噴火警戒レベルを導入した。2012年に新潟焼山火山防災協議会が設立され、8月に新潟焼山火山噴火緊急減災砂防計画が策定された。1974年の噴火後入山規制が行われ、1981年に一旦登山解禁となった。1987年に再度登山禁止となった。 2006年12月4日に入山規制が解除された。山頂からは日本海や白馬岳などの北アルプスの山並みを望むことができる。笹倉温泉からのルート、糸井川市川からは笹倉温泉方面からの登山道が北面に開設されている。山頂の西約800メートルには岩穴を利用した避難小屋があるが荒廃している。 天飾り山からの重装路天飾り山から尾根ずいに登山道が開設されている。妙高山と日内山からのルート高谷池と高谷千ヒュッテ、妙高市川の妙高山と日内山からの登山道が開設されている。笹ヶ峰からのルートの一例を一家に示す。登山道の途中に山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に 友人の営業を行っている、明光火山群の北端に位置する、以下の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。